今日は、得意なもの真似をしてから自己紹介ということで私の方は立川篠介師匠をやらせていただきたいと思います、えー、ということで VTR を、ね、<laughs> 見ていただいて、えーえー、まあここまで分かっていただきたいのは「こポコチンっていう言い方はこれごくごく最近できたものでもともとは「チンポコを様々さまにしてい <laughs> <laughs> ジりひかるです ちょっと待ってくださいよ、そんなにクオリティの高いの持ってたんすね、じんさん。これ、何なんでしょうか、僕、テレビでは一切やる気がないんですけど、クオリティ高いな、僕、最近覚えた、超新しいものまねします、村田だ、どうも、天気のりです、しかもさ、お前らの世代ってさ、あんまり村田秀夫さんを知らないんだよね、清水らさんがやったやつみたいな、これを。 まあ、エヴァとかどうにかしてくれるだろな。り、エヴァといつもおめには迷惑ばっかけてさ。お前はいいよな、モノマネができるから。俺が泣くようなやつ、俺が泣くようなモノマネしてくれよ。泣くようなモノマネ。個人を思い出して泣くようなモノマネしてくれよ。死んだ人ってことですか得意なあれやって、ルーズベルト、ルーズベルトやってくれよ、ルーズベルト。ああ、よかった、そう、あったな、エヴァとね。アメリカ国民の皆さん、こんばんは。えみんなで。 一つになって、ぜひ、アメリカを、盛り上げましょうそしてそして <laughs> 私が <laughs> 私が、えー、何より言いたいことは何より言いたいことはポコチン <laughs> バトクニマソですま、こうなっちゃっても取り直さないとこもります。ポッドキャストのいいところだよね。 でも本当にそういうこと言ったのかなって思わせる説得力は。いや、そうだよね。すごいなと思って。うね、<laughs> もうわかんないけど、ルーズベルトが日本語ベラベラなのとかもう途中で普通突っ込むべきなんだけど、<ー>そうしないとこがポッドキャストのいいところだよね。いや、続きは <laughs> 続くんですかこれ。この演説。<laughs> そんなに短い演説じゃないでしょうよ。<laughs> この演説まだ続くでしょうよ。ええー、そして、えー、い,いつか、えー、どの、 人種も、仲良く、<ょ>生活が、そうも人質なのに、ちゃんとしたこと言います。<laughs> ちゃんとしたこと言うね。昼一歩欲しいですね。ちゃんとしたこと言うように。ルーズベルト、ちゃんとしたこと言って、つって。幸せになれるように。そして、アメリカの、車が、世界で、走っていけるように。 という、引っ込めエバト引っ込めエバトエバトじゃないエバト引っ込めズエルトやめとこなくなっちゃうぞそんな言い返し方してるとやめとこなくなるぞ終わりよしもっと話せほらもっと話せれもういいもういいでしょうよエバト万歳エバト万歳じゃないよ <laughs> じゃあメールに行きましょう。<あ>メールに行きましょうお願いします。ノリはアメリカの大統領のものがまねは。<laughs> 僕は大丈夫ですね。やらなくて大丈夫。僕は大丈夫ですね。<laughs> じゃあ、えーはい、行きまーす。えー、っとですね。また丸いっぱいつけてもらってますけども。はい。はい、どれ行こうかなペンネームローニンズ。これエヴァトシが丸つけてね。はい。こんばんは。野球を今から楽しむには何を勉強したらいいですか、はい エヴァトも、エヴァトはまあまあ。僕は見てる方だそう、メジャーリーグとかも見てるから。はい。見てる方で。ノリが全然野球ダメだろ。野球系は得意なんですけどね。まだ。え、これは俺笑えばいい。ゲラゲラ笑ってもらえれば。ゲラゲラ笑ってもらえれば。どうしようって。あいやいやいど、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 うど、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  野球を知らない人にどう野球が見えてんのかがあんまよくわかんないのね。のりとかが、無理やり野球場って行ったことあるあ,ありますあります。あるにはあるだろはい。どういう時湧くののりの中で。ホームランが出た時。え、どこ対どこ行って、今まで行ったことあるプロ野球の試合っていうのはセリーグで、うん。巨人戦を見に行ったのは覚えてるんです歳最、らいの時あ。でも、あの、僕は大、えー 大学出てから初めて野球見に行ったんでよ。それは誰に誘われたりと。だから自分からは行かない。芸人仲間の人にチケットあるから行くって言われて。お前、うん、<laughs> ま、寂しがり屋だから。うん、ただ単に自分だけ行かないの嫌だから行くパターン。<laughs> この人多いんですよ。<laughs> そんなに興味がないことでも、<laughs> なんかみんな仲間外れになるのが寂しくて、うん、後で盛り上がられるのが嫌だからま、行くんでしょうけど、はい、巨人隊どこだったちょっと思い出して。巨人隊、うん。えー、っと、巨人隊。球場どこ球場。 東京ドームでした。東京ドームはい。で、で、で、なんかユニホームの色とか、なんとかっていう選手いたな、みたいな記憶を思い出せ。その時出てた人。と、えっ、ー、と、阪神ではないのは覚えてるんです。<laughs> そういう覚え方がある。わり <laughs> かし。あ 頑張れ阪神じゃないやつ阪神と巨人じゃないお前頑張れみたいな。要するに、阪神だったら分かると。かる。メジャーだから分かる。僕巨人、阪神ぐらいはわかるんですよ。なる,なるほど、なるほど。あと特徴、何色のユニフォーム着たとか、なんてやつが頑張ってたとか。広島じゃなかった気もしてきますね。 赤だったら、赤ですよね、うん、広島ってうん、うん目。目に焼きついてると思うんですけど。うんうん、赤いっつって。はい、赤いないまあ赤いな、おいい。相手反則から赤いんだから、みたいな。ない色は <laughs>、ね、なったはずなんですよ。なってたはず。目疲れんだろう、的な感じになったんで。相手の目はおを疲れさせるつもりだからやろう<ー>つってなった。卑怯者広島でゃな,なお前は え、そこまでそれすか誰出てきたんですか、今。ま、あ、とりあえず、広島が赤いことに怒ってるくだりを膨らましたらなんか出てくるかなと思って、掘ってみたら何にも。そら、そら、そら、そすそら、そら、そうです。そら、そうです。ってなってくると、あとどこあるんですか残りちょっと言ってみて、残り言ってみて、残り。ちょっと待ってくださいよ。今、セリーグって言った時点で、僕の中でかなり野球してたろうと思ったんですよ。広島、阪神、巨人でしょあと何したっけあと、あと、ほら。 頑張って何か答えを出してみるほどだ中日中日中日、うん、でヤクルトだヤクルトおおあと一個だあと1個あと1個 1> あと1個あと1個,と1個 1> 読売ってどこですか読売はあと読売です読売ですよ、ねうん、だから今のところ読売、うんえー、ヤクルト、うんえー、それから中日広島阪神巨人のこの6球団のうちどこだったの ってどんな感じですかヤクルトは、紺の帽子に赤と、あ,あー で全員があのポケットにいつでもヤクルト飲めるように一瓶だけ持ってて <laughs> スライディングしづらいてそれであの突っ込み方そういう突っ込み方になる言われてみればさもうスライスライディングしてなかったかもしれないですねで,で行ってこうやってそのマウンドに集まるときにグローブの中にヤクルトを入れてこうや,てれてうやって飲んでるのが大体ヤクルト <laughs> あじゃあ違うなじゃ違う飲んでない <laughs> でも一体ゼロだったら覚えてるんですよ。へ 1>, 1対0だったんです。1対っていうのは、その初めてってか、あんまり野球を見に行ったことないノリからしたらあんま面白くないでしょ面白くなんともなかったです。もっと100対97ぐらいだったら面白いけど、はい。やっぱ点が入んない面白いね。うん、あと覚えてるのは鈴木って人が、うん。巨人にいらっしゃって、おいって、まあ足が早いぞって話を聞いてたんですよ。うん。うん、でも鈴木は読み売りだよねそう、ちょっと待ってください。あの、 そうですね。読み売りですね。確かに。鈴木はね。足の速い人。読売じゃなくて。ジャイアンツに足の速い人がいたんですよ。で、その人がルイに出たんですよ。すげえ盛り上がったんですよ。で、牽制で刺されたんですよ。それを覚えてるんですよね。なんだよって言ったの覚えてるんです、野球も大して知らないのに。なんだよって。みんな悔しがったんだよ。なんだよって。言ったのは覚えてる。一緒にノリで言ったんだ。そうだ、そうするとこの野球を今から楽しむには何を勉強したらいいかっていうと。はい。 まず知らなきゃいけないのはベイスターズかなそうですね。ベイスターズをまず、まず。中、中畑さんでおお、そう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 。最近よくテレビ出てるあと、読売は巨人ってことだよな。読売巨人軍っていう言葉を。うん。あれ、合併したのって、そう、そうでしたっけ読売と巨人軍。巨人軍とかあったよね。えな、今、今の言い方っていうのは、お天気のノリとゴーと交互数や、数を、数や。数や。っていう漢字を真似てる。ええもう一回てえ、どういうことですかお天気、ノリ。あ、読売、 巨人、読売巨人軍そうなのだから、お天気で言うと、のり、ごう、こうごかずやつってるようなもんなのうん。それはめんどくさい言い方してますそうでしょ。<laughs> これなこと今更言ってもあれですけど、うん、唯一野球で好きなのが巨人なんですよ。うん、なそのまま。そうよくわかんないんで、そのここまで知らないのに<ー>巨人が好きっていうれ多分松井がホームラン打ってるってイメージがあったんで、あ<ー>松井の時だけ見てたような気もしますね。うんうん え、じゃあさ、こう、草野球とか来るじゃん。はい。たまに、また一人で仲間外れになるの嫌で来る。はい、<laughs> 野球には一切興味ないのに、はい、なんかみんな楽しそうだからってんで来るじゃん。はい。ね。ああいう時とかは、どんなこと思ってるのみんなが喜んだら喜ぶし、悔しがったら悔し、悔しがるっていう。で、出たがるじゃん、すげえ。 おとり申しじゃないですかそれでいて、森脇優雅くんのパーフェクトゲームの最後の一球を落球するじゃん。<laughs> お前、すごいなすげえプレッシャーだったよ。嫌だったね。最後の最後ね。本当に ?7 回裏2アウトランナーなし。はい、最後、のりの上にボンフライが上がって。はい。それを思いっきりエラーして。すげえガタガタ,ガタガタガタ震えたもんね。ああそう。 嘘でしょその後にみんなに言われてやっちゃったかんでしょはい。<laughs> このパーフェクトゲームっていうのがどれぐらいのことかも分かってる。僕的に柔道で言ったら一本勝ちぐらいの話だと思ってたんですよ。い軽いよ、お前。そ,そんなぐらいのイメージだった、ね、だから一人で、その、なんていうの、あの、勝ち抜き戦あんじゃん。先方、うん、からずっと一人ずつ倒していくやつあんじゃん。はいはい、あれで、その一回戦の相手から、多分決勝の相手まで全部自分一人で先方の人が倒していくのを、 なんか、最後の最後に、わかんない、うっかりタオル投げちゃったみたいな。お前何やってんだよ、みたいな。最低じゃないですか。今ええもうぶん前、5、6年前ですけど、今よく森脇さん僕のほ殴んなかったんですね。まあ大人だったんだ。はそんな。野球難しいですね。野球ね。まずベイスターズを。永田さんを。はい。覚えてください。パリーはちなみに。いや、パリーが無理ですね。 一級だから、一級だから。いや、えっと、松坂がいたのが、うんうんうん。セーブ。セーブ。正確にはええ、ドーム。えセーブ、ドームズ。ドームズ。ドラゴンズと同じ D だよね。まずセーブ、ドームズね。はい。それから本んとは何本すかほんとは何ですかもうセーブ、ドームズです。え、セーブ、ドームドームズ。で、もう一個は次は。チームだろまず一チーム。次は <え>王監督がいたの王監督がいた王監督巨人じゃなかったでしたっけまあ今あれだ監督やってるんですもんね監督も辞めて王代表みたいになってるわかります。あのほら よく昔行ったことがあるんですよ。どこにあの、デパートに。うん、うん、うん、うん。デパートに。わかったか軍団みたいな。そう、そう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 。どうだったけジャスコじゃねえなんだっけな。ジャスコジャスコジャスコだよ、ジャスコ。ジャスコですかジャスコ。ジャスコジャスコズ。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 あと、俺の一番好きだった感じは俺の一番好きなパリーグ。俺がいつも言ってるじゃん、ここが好きだから、ここが好きだからつって。言ってます、言ってます。言ってるじゃん。でもね、あんまり、 ほら、知らないから入ってこないとこは正直あるんですよ。だけど、あんだけ言ってりゃ、俺だって今回も今日だってずっと聞いてたやんか。そこのチームを見に、沖縄に行ったんだから。正式名称は、ちょっと置いときますけど、日ハム。おお。これだったらいけるだろ、日ハム何の略でに、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 日、日、日、日。日は日は日日日礼ハム日礼じゃない、日礼じゃない。日礼じゃない。日礼じゃない。日令じゃない。日令じゃない。日日じゃない。日じゃない。日は え、何だっけな日。日。日,日で。日。へ日。日曜。日曜じゃないな。日曜。日曜いや日曜以外にも試合はしますよねだって。でも、日曜が多いよ、試合は。とりあえず日曜ハムにしとく。日曜ハム。ば晩ご飯みたいなのやったないいやい今、西武ドームズと、ジャスコズと、日曜ハム。<laughs> 日,曜ハム日曜ハムが、はい、日曜ハム。 え、そして、え、あと、まだ、球団いくつかあるんだけど。え、もうないですって、そんなもんですって、んあるって、マー君がいる、マー君が。あれ、マー君なんだっけなほら、マー君って元々誰よ、大体、マー君って。マー君マー君。マー君って略でしょうよ。そうっすね。うん。マー君、えーと、まさひ、まさひろ。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 うん。三ん。名字は。元木じゃないですね、何ですか。もとまさひろこと。 ま、ま、くん。ま、くん。ま、入ってないじゃなもですか。元木正宏、まが入ってる。ま、元木正宏。で、何それが、家賃を取り立てるの頑張って。頑張って、家賃が入ってこないよ、つって。違う、ま、ま、くん、絶対そんな名前じゃない。マークん。なんだっけな、もうちょっとヒントくないでークん。結婚者が知ってんすよ。結婚するって言ったの誰と佐藤田里江。おおーお佐藤田舞じゃないですか。ま、まですか。うん、うん、舞。舞だから、舞くん。 そっち取っちゃった。なんでそっち撮っちゃった結構大穴とかもあるよ。マークマー君つって、みんな日本人っぽく呼んでるけど、外国人っていう可能性もあるよ。マーク・ブラウン。マーク・ブラウンを、みんなでマーク、マー君っていう。あいつはね、日本通だから、みんなもう、そのマーク・ブラウンをみんなでマー君って呼ぼうとなって。マーク・ブラウン。そう。え、こいつ、もう球団だよ、球団。ええ、とね、いや多分ね、知ってるんですよ。うん。 なんとかて、なんとかてなんだな、なんとかて。出たなんとかてなるよね。何しゃい、何しゃい、とかて、なんとかてなるじゃん。ところ、ところところところてんです。ところてです。ところてだよ。ところてんだよね。ところて一部上場でしたところが。そう。いや知らんよ、そんなもん、お前。ところてです。ところてんだ。ところてのマー君ところてのマー君あとあの、千葉それこそ地元千葉を。千葉じゃんか。ま、千葉の球団を忘れたら友達とか怒るんじゃないえ、千葉がロ え、ロッテお、お、来た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 。ロッテ、ロッテですよ。ロッテですよ。ロッテですよね。急に千葉ロッテですよ。今のところ、セ武ブドームズ、ジャスコズ、日曜ハム、ところてん、千葉ロッテです。ラスト1球だ、ラスト1球だ。ええ、そんなもんですって。ラスト1球なんですよ。そこに。一郎がいたんです。財津一郎が。どこだっけ在津さん。厳しいの財津一郎が。厳しい 厳しかったんでしょうん、厳しかった。厳しかった。あれ、一郎どこにさ、もうちょっと待ってください、一郎。うわ、なんとなくね、一郎。一ミュージーわかる鈴木一郎。んうん。怒ってんじゃん。はい、こういうの聞くとさ、やっぱ一郎ってすごいんだなっ思う。そですね。す松井とか一郎ってすごいんだなっていうと、このばかりまで浸透してんだと思うと。<ー>はい。長男じゃないのに、 一郎。でそれ豆知識いらねなんでその豆知識知ってるのいや、それは聞いたことあるんですよ。うおあれ一郎が着てたユニフォームしたら覚えてるんですよ。何色紺色だったんですよ。おーなんだっけロレックスなんだっけ出た出たよくわかった出たで、ね、<laughs> よく出たロレックスだよ初の外資系のチームだから <laughs> ロレックスそうだよ、ロレックスだ。そうめえな。だ,だから金持ちになるわけだよね。そうです、ね、打った、打ったらヒット打つたびにロレックスもらえるから。こもらえるなって。200本あんだ時大変だったらしい。すごい量のロレックスもらったら。うーわーうわ、なんかノリちゃんもう野球知ってるじゃない。だけどあんまり僕高見車にならないとこがやっぱいい。偉い、転送してただけだから、ね。<laughs> そこは負けたくない。えー。ノリ、もう今日はこれでいいわ、俺。<laughs> <laughs>